clouds as life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Cause I am flying.皆さんこんにちは、もぐです。今回は第2弾ということで、こちらのワンピックアイシャドウパレット01番のピンクコーラル、今日はこちらのパレットを使ってレビューをしながら実際に塗ってみて、今回はですね、春ということでチューリップメイクをしてみたので、よければご覧ください。どうぞ。シェーディングは、私は横に頬骨がこう突出しているので、いつもここにのせてます。でこの頬骨の下側には絶対にのせないように私はしています。顎にのせます。ここら辺だけ、ここまで、黒目の下ぐらいまでしかのせません。一番明るい色と中間色を混ぜて、ノーズシャドウを入れていきます。でこの時この目のとこまでのせちゃいます。鼻先ですね、鼻先に VVVVV で小鼻、鼻の横から小鼻にかけてと、鼻の下ちょっとデデデデってやります。唇の下で残ったものでここで、眉毛はめっちゃ平行っていうよりかはちょっと上がってた方がいいかな。この眉間の方がね、抜きすぎて、毛抜きで抜きすぎて、ちょっと縦に生えてくる毛がね、生えてこなくなってきちゃって大変で、私はちょっと眉毛生えかけで、ちょっともうどうしたらいいか分かんない状態なので、シェーディングでふんわりのせてごまかす。すっごい凛々しいよね、私の眉毛。ほんまにね、生やして気づいた。私って眉毛三角やったんやって。ノリみたい。どうしたらいいんだろう。ちょっと眉毛サロンにちょっと行ってみようかな。そしたらスクリューブラシでぼかします。眉マスカラしていきます。違いがわからん。もう濃すぎて、濃すぎて違いが分からんぞ。そしたらチーク、チークはね、やっぱりこう中からこうジュワッフワッみたいな感じに見せたいので、このマックのこれがねベストでしたね。本当はねパウダーの前に塗りたいんですけど、もう塗ってしまったので上から塗りますけど、それでもやっぱりパウダーの上からでも意外と使えるチークでしたね。真ん中を濃く外側にぼかしていく感じで、お腹鳴った。カメラにあんまり映らないので濃いめにのせてみました。でのせすぎたなって思った場合は、さっきのスポンジなんかでこう周りをぼかす感じでやっていくといいと思います。はい、やだ。アプリのワンピックアイシャドウパレット、こちらをですね使っていきたいんですけど、まずパッケージはシンプルでいいですね。ピンクコーラルということで、全体的にコーラル系の色が多めです。
まずはマットなタイプのものから装置します。ベビーズブレスとドリーミーピンクはベースにぴったりのお色です。一度でしっかり色がつくのはアウェイサムローズとチョコレートコスモスで、他は薄付きの印象です。続いてシマなものを装置します。全体的に小粒なラメで自然なのでデイリーで使えそうですね。で、今回ベースに使うのはこちらのドリーミーピンクという色ですね。かわよ。こちらをアイホール全体にのせていきます。で、この時ですね、ここのノーズシャドウ入れたところにもなじませます。下まぶたにものせていきます。すごい可愛いこの色。こちらのオレンジの方と、あとアウェイサムローズというお色を混ぜて使います。このオレンジがね、すごいチューリップメイクに合いそうですね。目尻から目尻と目頭濃いめでできます。これもね、残ったものでシーディングノーズシャドウのところなじませます。下まぶたも目尻から3分の1くらいまでのせる。サンフラワーというお色を指にとってまぶたにのせていきます。真ん中にまずは塗ってから、こう左右に広げていく感じで塗ります。チェリーブロッサムというお色をブラシにとって涙袋にのせます。思ったよりね、がっつりつかないですね。ピンクって感じの色はあんまりつかないです。自然ですね。指でのせた方がいいかも。こう全体的に大粒のギラギラしたラメが入ってるのはなくて、全部小さなラメなので自然で使いやすいと思います。で、最後にチョコレートコスモスとアウェイサムローズを先端が細いブラシにとって混ぜて、でティッシュとか手の甲で、なじませてから黒目の外側の端の下ら辺からアイラインを引いた先ぐらいに向かって引いていきます。アイラインはちょっとだけ、ほんのちょっとだけ切開ラインを引いて、あとはもうここは引かずに目尻だけ。チョコレートコスモスで、ペンシルだ、はい、読んでません。何で反応した？ペンシルの汁？
ペンシルだったらここの粘膜も埋めてもいいかもしれないです。マスカラはコッパーという色を使ってるんですけど、ブラウン系でやるといいと思います。最後にリップ、前回購入品で紹介したマックのやつを塗ります。で、この唇の口角に影を入れると上がって見えるので、ちゃんとぼかすことを忘れずにしてください。忘れてた、涙袋。もともとこのクッションファンデ自体にツヤがあるので、ハイライトは足す必要ないかもしれないですけど、めっちゃ可愛くない？色味、個人的に好きな色はドリーミーピンクとベビーズブレス。今日使ってない色も本当に装置した時全部可愛かったので良きです。あとね、すっごいサラサラで、サラサラふわふわだけど粉飛びしない。ただラメだけはちょっと飛ぶかなって感じました。はい、ということで以上で第2弾、アプリンのワンピックアイシャドウパレットの01番、こちらを実際にレビューしながら塗ってみました。第1弾でやったこのクッションファンデもすごい良かったので、よければそちらもご覧ください。それでは今日はここまで、バイバーイ。